よし、新品の教養買ったぞ。さて、早速粘着度チェック。うん、ぼちぼちだな。教養ってどれぐらい種類があるんだろう。なになに？国教、表教、38度から41度、ネオ、プロ、37度、表表8、ターボブルー、ターボオレンジ、密着性、早期、ナショナル用、戦士用、マロン用。タクチー、何で表表されてるの？マロン。これなんかめっちゃ重いんだよな。なんでマロンがなの振り回せるんだ。早口、ひょひょ買ったんだよ。おお、すげえじゃん。ドライブ打ってみなよ。打ってみる。あれ、でこれどうやって打つの。ひょひょはスポンジにボールを食い込ませてぶち当てるようにしている。よし、スポンジが薄のひょうひょう2買っちゃった。よし、張り替え楽しみだな。ん？くそ。おしゃす。え、ひょうひょう2？ しかも薄？すげえ珍しいじゃん。よし、新品の消去を買ったし、張り替えるか。おお、何これ、六角形になってる。かっこええ。おお、不協八角形か。すげえな。ついに、メルカリで強評買っちゃった。お前それ偽物じゃね？んなわけねえだろ。お前見たことあるんか。いない。じゃろ？この強氷いまいちだったな。そうだ、もうちょっと粘着力を増すか。この ZSP のシートで。新品のターボオレンジ買っちゃった。あれ、これ本当に新品？なんか指紋がついてるような。タクチー、強氷使ってみたら。あー、強氷か。粘着使ったことないんだよな。いやでも一回使ってみるのはいいか。ちょっと、俺この後忙しいから強氷ターボブル、両面買ってきてくれね。うん、分かった。お願いします。先をせーな。マリー、タクチー、黒しかなかった。いやいやいや、赤探してこいよ。やべ、これ外れ引いちゃったわ。うわ、しかもシート浮いてるし。さてよ。何？ちょっとラバー張りてえから接着剤買ってこい。どの接着剤にしますか？ファイジップ決まってんだろうよ。おい、今剥がしたこの強氷まだ使えるな。ファインジップ取ってもう一回使うか。すげえ、簡単に取れちゃう。気をつけ。え？お願いします。いらっしゃいいらっしゃい。お、ブルースパーレじゃん。あー、でもこれ普通のやつか。店員さん、これ全部ですか？うちこれで全部なんだよね。いやいやいや、絶対国境のブルスポありでしょ。よくわかったね、お客さん。うちでは国境1万8100円で売ってるよ。高っ。いや、でも使ってみたいな。
ラケット打ってみようよ。これもう徘徊じゃねえかよ。いやいやいや、これまだ使えるでしょ、粘着力残ってるし。いやもうシート打ち付けてるよ。これ結構使ってるけどまだまだベタベタするな。許容はね、シートのゴムの中に最初から粘着成分が含まれてるんだよ。だから保護シートを貼らなくてもベタベタするんだよ。口、これ狂ってる名前貼ったやつ、このシールのさ、己内底ってどういう意味？あー、これはね、狂表と呼んで、で、このシールに書いてあるのは、イダテイ。補助剤塗るか。あ、やべ、イダテイ剥がすの忘れてた。よし。おしゃっす。もうそれ絶対塗ってる。